はい、かわいい筆文字を今日も書いていきたいと思います。今日はですね、坂本龍馬さんの言葉を書こうかなと思うんですが、夢中で日を過ごしておれば、いつかは分かる時が来るっていう、まあ、夢中とか夢とかね、過ごすっていう字が入ってる、時とか入ってるので、この辺結構使う文字だと思うので、書いてみたいと思います。で、こういうね、筆文字書いてみたいなって方、チャンネル登録で入れてるな、違いましたね。オンラインの筆文字の講座やってます。ブログが上ポチッと今押すとこ出たと思いますが、そこポチッと見てください。詳しくはこの動画の最後でお伝えするので、最後聞いてください。よろしくお願いします。まず書きます。で、次に漢字の説明をします。で、最後にパステルとか使ったり絵を入れて、完成させたいと思いますので、最後まで見てもらえたらと思います。いきます。後ろから書きます。いつかは分かる。過ごしておれば。夢中で日を まあ、こんな感じになりました。これ説明していきたいと思うんですが、あのひらがなはですね、今ポチッと上出たと思いますが、ひらがなだけでも動画上がってます。あのそれ見てみてください。あーかんまでいっぱい上げてますので、あの2回やってます。一昨年も書いて去年も書いてますので、書いてみてください。あ、見てください。じゃあ、漢字だけいきますね。時はですね、こっちを大きく書きたいんですね。で、端っこにちょこんとです。だからこっちがでっかいので、こっちは小さくです。もうこっちに目を生かして、こっちはもう別段普通に書いてます。時ですね。まあいろんなことができると思います。で、くるはここだけくるくるとしてですね。で、顔です。またも細く、ここですね。はい。で、過ごすです。過ごすはですね、この頭でっかちにしたいので、こっちを大きくこうやります。下は小さくです。ぐるぐるとやって、蛇、これだけで過ごす。こんな感じですね。どうですか、可愛くないですか。過ごすですね。で、夢です。夢は斜めに行ってですね、真ん中じゃなくて右の方です。で、丸を大きく書きます。で、小さくですね。顔書かなかったらこんな感じですね。で、僕はこれに顔を書いてます。夢ですね。次、中ですね。中はですね、太いで細くこうこんな感じですね。こっちが大きくて、こっち狭くって感じです。中です。日はですね、もう細いのと太いのをこうして、で、端っこにちょんです。まあ、丸でもいいと思います。こうして。こうですね。はい。じゃあ、パステルと、あと、絵を描いていきたいと思うんですが、
で、人を描きます。人っていうか、ちょっと変わった顔の子ね。で、ほっぺたを描きます。で、ここに服を描いてあげます。まず帽子ですね。で、服です。はい、こんな感じの、どうですか、可愛くないですか。はい、で、ここに先ほどの文字を書いていこうと思うんですが、時が来る。わかる。いつかは。過ごしておれば。夢中で火を。またパステルを入れるの忘れましたね。はい、こんな感じです。夢中で日を過ごしておれば、いつかわかる時が来るっていう文章を書かせてもらいました。こういうね、味のある文字、かわいい筆文字ですね、書いてほしいなっていう言葉がありましたら、コメント欄の方にお願いします。コメントを見てですね、僕の方で動画を上げさせてもらいます。そのまた動画をね、真似して書いてもらえたらと思うので、よろしくお願いします。あとですね、こういう筆文字書けたらいいな、書いてみたいなって方はですね、一番最初にお伝えしましたが、オンラインで筆文字の講座もやっております。
概要欄のところ、タイトルの下のところにですね、ブログが見れるところがあるんですが、そのブログ見てもらうと、その講座を受けた人たちの字も見れますし、また申し込みもそこからできます。で、よくね、センスがないから書けへんとか、字が下手だから書けへんとかってよく聞くんですが、センスで書きませんし、うまいか下手かも全然関係ありません。自分の字を書くときってルールで書いてるんですね。そのルールをどう外すかだけなんです。自分の思い込みっていうのをどう外すかだけなので、それをまた分かりやすく外せるようになってますから、書いてみたいな書けたらいいなって方はぜひとも一度受けてみてください。で、最後に、こういう動画もっと他も見たいなって方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当に最後まで、ね、見ていただきましてありがとうございます、できましたらまた見ていただきたいと思いますので、ぜひともぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ以上になります。ありがとうございます。